内村静子5月20日から1945年2月8日は内村肝臓の最後の妻であり内村の活動が最も充実した時期を内助の功で支えた人物である娘ルツ氏の死後に結成されたモアブ夫人会の会長を修正務めた肝臓は妻について従順、謙遜、入和を備えた守護天使であると述べているまた 静は、内村の家に服を持ってきた。とも常々述べていた。静静シ生徒も表記される。1874年京都の旧岡崎藩主で、裁判所藩事の父、岡田徹と母、吉子の次女として、静岡に生まれる。その後、父親の転勤に伴い、京都に住む。夫の肝臓と共に、兄、岡田博士の紹介で、 内村肝臓と見合いをし、1892年のクリスマス18歳の時に内村と結婚した。夫の肝臓は32歳であった。静子は穏やかで優しい女性で、以後38年間内村肝臓の内助者になった。翌1893年1月に夫と共に教会学校を開催した。4月より、 熊本英学校の教師に就任した夫と共に熊本に行った。熊本時代に夫と二人で撮影した写真が残されている。8月末にまた夫と共に京都に戻り、1894年より京都で日曜学校を再開した。1894年3月19日に静子は長女ツ辻を京都で産んだ。夫肝臓は、 次女として役所に届ける。その時、初めて最初の妻の浅田武との長女の部の存在を知る。夫と共に名古屋に居住した。夫が一万長方の記者に就任したのをきっかけに1896年9月、東京津のはずに転居した。夫は津のはずの成人と呼ばれ、聖書研究に没頭することになる。 1897年11月11日に東京で広行を生んだ。1900年に夫肝臓が個人雑誌聖書の研究を創刊する。聖書の研究と肝臓の著書を発行する出版社として聖書研究者を設立すると静子は事務員として働いた。1907年11月には一家で淀橋町内の角はから かしわぎに転居した。かしわぎで、長女ルツ氏が、女学校を卒業した、直後の1911年に原因不明の病に、倒れた。静子の不眠不休の看病にもかかわらず、1912年1月12日に、ルツ氏は18歳で溶接した。ルツ氏の死は、静子と、夫、肝臓を大変悲しませたが、ルツ氏の闘病を通して、 静子の信仰は強まった。1929年クリスマスのモアブ婦人会、ルツ氏の死後、1913年1月12日の、証明記念日に、聖書研究会の会員の婦人や姉妹など、内村家に、ゆかりのある婦人が集まり、肝臓の首相で、モアブ婦人会が結成された。静子は、モアブ会の会長として、会を修正リードした。 1917年実家の母よしこと等が死去する。実家の両親のもとに預けられていた、だ弟の役物維持の八郎と花江を引き取る。岡田家を整理して得た資金で、内村家の東南側に室を建てて住まわせた。1923年9月1日、夫の不在中に、柏木で、関東大震災に被災するが、静子ら留守中の家族は無事で、 家の被害は、わずかだった。1924年11月に、長男ひろゆきがみよ子と結婚する。静子と、夫肝臓、息子ひろゆきとその妻みよ子。1924年12月1927年9月、息子ひろゆきが、北海道大学医学部教授に就任すると、夫肝臓が単身で、北海道に渡る。翌年、 1928年に、静子も、女中を伴って7月から9月まで滞在する。1930年3月28日に、長男、広幸夫妻と共に、柏木の自宅で、夫の臨終を見守った。夫の死後静子は、大病を患い入院する。1931年夫の死から1年後に、札幌に家を建てて、住み込みの看護婦と生活する。 1936年に息子広之一家が東京帝国大学に転勤して目白に家を建てて住む。静子も東京に来て同居する。1944年早春に空襲を避けるために埼玉県の諸病院の傾斜地にあった住宅に疎開する。1945年2月4日、寒い朝に高血圧で倒れた。 広幸と病院の人たちの看病の会もなく、2月8日に死去した。遺体は反応の仮想場でダビに付された。2月17日に東京で葬儀が行われるが、前日が東京発空襲で限界態勢の中で葬儀が行われた。空襲の合間に遺骨は玉霊園の内村肝臓の墓に埋葬された。 1945年4月25日の大空襲で、目白にあった自宅が消失する。内村美代子、晩年の父内村肝蔵、207ページ、鈴木憲久、内村肝蔵61、163ページ、関根正夫、内村肝蔵72ページ、聖書の研究の発行人は、内村聖と書かれていた。内村美代子、 晩年の父内村肝臓139ページ、内村美代子、晩年の父内村肝臓205ページ、関根正夫、内村肝臓73ページ、関根正夫、内村肝臓72ページ後に、ノブは上京するたびに、しばしば、内村家に投留することがあったという。重平ともみ、内村肝臓157ページ毎月第3、水曜日に、 会員の家を順繰りに回って、会を開いて、聖書の研究と勘話と祈りをした。創立次会員数は34名だった。また一方、夫、肝臓は、ルツ氏により再臨信仰に目覚め、死後6年目の1918年から中田茂春、木村清松らと再臨運動を始めた。内村美代子三十一ページ、内村美代子二百七ページ柏木にあった。 予言寺を目白に移築した自宅。内村美代子、晩年の父内村肝臓141ページ、内村美代子、214から215ページ、関根正夫、内村肝臓73ページ。ありがとうございます。